はいどうも、カッパ園長です。じゃあさっきまあ中国のこのね女性スパイの話でしたけども、今度は中国本体って言ったらあれかな、中国のねこの借金のお話ですかね。なんかとある半島のもう一個のチャンネルの方でもねこんな話ばっか見てるんで、またかよみたいな感じですけど、なんか中国は中国でね、もうなんかこれあのとある半島のあの国と一緒でさ、もう5年前、いやもう5年とか10年どころじゃないよね。もうずっとなんかこうね、このあの国の経済もそうだし、この中国経済もそうだし、なんていうの、いわゆるこの経済崩壊ネタじゃないけど、ずっと言われてますよね。もう少なくともどっちも、特あのこの経済崩壊ネタはもう、鉄板っていうか、ね、いや、いつなのみたいな、そんなツッコミが日本側からも入っちゃうぐらいずっとやってるじゃないですか。ね、もうどっちもあれでしょ、僕はカッパ園長をやる前からもうずっとあるネタですよね。少なくとも僕が YouTube を始めた、ね、2015年にはもうそういうジャンルができてたぐらいだから、ね、このあの国に対してもこの中国に対しても、ね、やばいよやばいよ中国経済崩壊ネタとかさ、ね、あの国の経済崩壊ネタなんてもう当時すでにもう吐いて捨てるほどで、結構ね、まだほら YouTube でももう懐かしくなった、あの文字スクロール全盛時代とかにもだってそんなのニュース扱ってるチャンネル山ほどありましたもんね。うん、で、まあ今なんかねこの中国のこの借金している人たち、うん、中国経済、中国金融、中国、借金、まあこれもあの国と一緒なんだよな結局、要はこの借り手、まあ、中国の場合はもうどうせあの特性例だからもう借り手なんぼみたいなっていうのとは違うんですけども、まあもう借金してる人が中国でね、7億8000万人いるんだって。まあ中国もなかなか、まあ都市部はあのペイ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 ね、そういうあのキャッシュレスが進んでんでしょ、一応。違うのかな。で、で実際もう首回んなくなって、この、なんていうの、この返済が滞っちゃってる、この延滞率っていうのかな。43%、 3億人がもう回んねえんだって。自転車操業すらままならない状況らしいよあ、そう、まああの国はあの国で、そもそもがさね、返す気さらさらねえやつにこのね借金させるってどんなんだよって感じですけども、まああの国の場合はほら特性例まずありきのね、借りる方も、貸す方もね、この政府の特性例待ちっていうね、そういうちょっと特殊な事情があるんで成り立つ話、成り立ってるって言えるのかどうか微妙ですけども、こっちはどうなんだろうね。借りたもん勝ち、借りパクなんてことが成り立つの中国で。で、まあ借金問題を解決するため、なんかこの不動産担保ローンを検討する人、てか中国で不動産って何、担保にローン組めんの？だってあれ所有物にならなかったんじゃなかったっけ、中国人民って。借りてる格好じゃなかったの、借りてるもんを何担保にっていうことでいいのかな、なんかよくわかんないですけどね。で、まあコロナの影響を受けて中国経済以前より良くないと。まあだってあれでしょ、ロックダウン、ね、あのゼロコロナ政策まだ続いてんだもんね。調査統計によると22年全国で借り入れをしている人民総数は7億8000万人。数えられてるだけでこの数字ってことはね、単純に倍ぐらいっていうかもう全員ってことじゃないのあれもう来年インドが逆転するんだっけ、人口頭数では。で、また借り入れの延滞率も 43% に達していて、3億人がもう返済が滞ってんだってさ。へえ、まあ規模がスケールがでかいよな。もうなんか債務不履行ってことでしょ、この返済が滞ってるやつなんて。それが3億人だってざっくりそんなやつが日本の3倍いるってことだよね、倍以上か。うん、すごいな。でも共産国家で半数以上が債務者で延滞って、国が何、中共的にはここまで借金させて平気だと、大丈夫だって踏んでたのかな、それとももうなんかあのコントロール不能でこんなことになっちゃったのかね。まあ全てがもうなんか桁違いですけどもね。まあ金を借りてもあれか、貸し手を言いくるめて踏み倒すのが儒教では正義なんだっけ。
だから相手が諦めてしまえば勝ちっていう、だから基本的に一緒だよね、半島と、うん、借金は返さないのが大人の、あのなんだっけ、たしなみの国だっけちょっとなんか我々としては考えにくいなんか常識ね、あの我々の非常識が常識の国ですからね、うん、まあこれまたあれじゃないのね、この都市部じゃなくてこの農村部でさね、なんか人身売買みたいなのがお盛んになったりするんじゃないのかね、うん、まあなんだろう、借金ってほらね、その問題はこの借りてる金額もそうですけども、この延滞してる方ってよく言うじゃないですかね、延滞、銀行への返済のことなのかな、ね、だとしたらもう銀行がよく破綻しねえよなって思うんですけどもね、うん、ね、共産主義って要は国ってそのこの国民の面倒を見ずに借金付けにすることだったのかな、うん、まあでもなんか見栄っ張りも多そうだしね、うん、無理して着飾ってなんかね、うん、無駄になんかメルセデスとかレクサスとか転がしてそうだよ、なんかそんなイメージですよね、うん、まあでもあれでしょね、3億人、うん、7億8000万人が借金付けで、うち3億人が債務不履行でも1億人がもう超もう桁違いのね、あの大金持ちなわけでしょ、うん、でもそいつらの一部も借金抱えてたりするのかな、うん、富豪だったら普通にこの借金して事業投資とかしてるかもわかんないですけど、ちょっと中国の場合なんか感覚がよくわかんねえからな、何なんだろうね、うん、まあどうだろうね、一昔前ね、日本でもなんか借金が多いってことは消費が活発ってことだから悪くねえみたいなことを言う人ね結構いた、そういう風潮のね、そういう時代ありましたけどもね、うん、まあ、借金って一口に言ってますけど、どこまで何を、例えばほら家とか車とかのこのローン、うーん、あれもなんか含めてって考えたら日本もそこそこ多いと思うんですけどもね、うん、だからまあショッピングのクレジットだってまあ借金っちゃ借金ですからね、うん、だ問題なのはね、延滞してるっていうそこですよ、うん、3億人がもう支払い滞っちゃってるってことですよね、うん、まあ、延滞率 43% ね、ちょっと異常ですよね、やっぱりね、うん、まあよその国のねことなんで、しーらねって言いたいとこなんですけども、こういうやつが日本に来て悪さするのかなって考えるとさ、やっぱりな、岸田文雄に任せたらね、どんどん日本が蹂躙されちゃいますよね、うん、だって借金でね、このなんか首回んなくなったらさね、うん、なんかある日コンコンって中共の方から来ましたみたいな感じでさ、ね、おめえもうなんか返済できねえよなこれな、どうすんだよっつって、何でもやりますっつって、うん、じゃあお前ちょっと日本に行ってこれね、後で指示出すからその通りやれよって、うん、ってな感じで送り込まれるやつがいるかもしんねえじゃん、うん、もう分かんないですけどね、うん、何せね、この中国とトアル半島のあの国に対してはさね、うん、もう一回扉なんか30ぐらいの扉この閉めてもらいたいよね、うん、ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。